イエローマジックオーケストラは日本の音楽グループ1978年に結成通称 YMO 上記の担当パートについては主に演奏されるものであり一部のレコーディングやライブテレビ番組ではこれら以外のパートを担当することもあった坂本隆一はライブでドラムスを披露する曲もある YMO はもともとは コンセプトバンドとして構想されたものであり、細野はメンバーの人員構成は流動的にする考えを持っていたが、ライブなどでサポートメンバーを迎えることはあっても YMO のメンバー自体は最初から現在までこの3人である。イエローマジックオーケストラという名称は細野が1970年代後半に提唱していたコンセプトイエローマジックから来ている。これは 白魔術でも、黒魔術でも、そのどちらでもない黄色人種独自の音楽を作り上げるとして、魔術の色を人種の色にかけて提唱した黄色魔術である。細野が YMO 以外でイエローマジックの名前を使用しているものとしては、ティンパンアレイの曲、イエローマジックカーニバル、細野のアルバム、ハライソの作成者名義、ハリー・細野とイエローマジックバンドが挙げられる。また、 坂本のアルバム、千のナイフのライナーノーツの細野の機稿文でも、イエローマジックについての記述がある。1980年代初頭に巻き起こった、テクノ、ニューウェーブのムーブメントの中心にいたグループの一つで、あり、シンセサイザーとコンピュータを駆使した斬新な音楽で、1978年に、結成されてから1983年に、参加するまでの5年間で日本を席巻した。 活動期間中には米国等でのレコードリリース及びコンサートツアーも行っている。英語圏で著名な日本人ミュージシャンでもある。1993年に一時的に再生しており、また2007年にも再々結成している。当時、シンセサイザーを駆使した音楽としては、すでにドイツのタンジェリンドリームやイギリスのエマーソン・レイクパーマー。 日本の富田餌などが有名であり、1978年のディーボの大敗的美学論やクラフトワークの人間解体にも電子楽器の導入は明らかであった。よって YMO はその路線に東洋趣味をそれとわかる形で歌詞、アレンジコンポジションのすべてに入れ、プロモーションから黄色人種経由であることを主張し、バラエティ番組や、 コント番組などにも多く出演し積極的に露出を増やしていき、認知度を高めた。クラシック、レゲエ等様々な音楽性を柔軟に取り入れている、反面、ポストパンク的なシンプルさや攻撃性とは無縁である。このためテクノも三夜の一角として、ムーブメントを支えた P モデルの平沢進むは後年、あれはフュージョンだと思っていたと、自分たちの音楽性とは、乖離があった胸を述べている。 YMO は、そのファッションも、特徴的であった。特に、初期のアルバムジャケットやライブで、メンバーが着用していた、赤い人民服、そして、スッキリとした短髪、かつもみ上げの部分を剃り落とす、当時の若者の間でも流行した、テクノカットと呼ばれる髪型の二つは、YMO のビジュアルイメージとして一般に広く認知、されている。ライブにおいて、ボコーダーボイスで挨拶することでも有名。 いくつかのライブ版でそのボコーダーボイスによる挨拶を聞くことができる。YMO 結成以前、細野はドラマーの林達をシンガーのマナと共に自身のイエローマジックカーニバルをカバーするというユニットを構想していた。だがこれは実現せず、続いて細野は林と佐藤博士のユニットでマーティンデニーのファイアークラッカーをカバーすることを構想するが、 これも佐藤が渡米したことにより実現しなかった。細野は当時のマネージャーにも人選を依頼し、日笠は坂本隆一を推薦した。1978年2月19日に行われた細野のソロアルバム、原磯に収録されるファムファタールのレコーディングの際に坂本隆一、高橋幸宏の2人と初めて3人で顔を合わせることとなった。それまでにも 坂本と細野は1975年大竹栄一のアルバムナイアガラムーの録音時に顔合わせをしており1976年には細野がティンパンアレイのツアーでサポートメンバーとして坂本を起用するという関係だった1976年5月細野のアルバムタイアン陽光発売時のライブでは坂本と共にファイヤークラッカーを演奏している 一方、高橋と細野は学生時代から窮地の中であったが、ミュージシャンとしての交流は、サディスティック、ミカバンドが1975年のジャパンロックフェスティバルに出演した際、オバラレーの代役で細野が演奏したことが一度あっただけだった。その日細野が二人を自宅に招き、三人はこたつを囲んだ状態でおにぎりを食べながら会合を行った。 細野が新たなグループのコンセプトを彼らに伝えたところ、二人は賛同し、ここで初めて YMO が結成される。この時細野は二人にマーティン・デニーのファイアークラッカーをシンセサイザーを使用したエレクトリック・チャンキーディスコとしてアレンジし、シングルを世界で400万枚売るという自身のメモが書かれたノートを見せている。細野はメンバーが決まった後も、結成当初は、 横尾忠則を YMO のメンバーに加える構想があった。記者会見の当日、細野は横尾に対し会見に来るように伝えていたが、横尾はなぜか行きたくなかったとキャンセルした。黎明期 YMO のトレードマークであるタキシードも横尾の分含め4着用意されていたが、結局横尾がメンバーに加わることはなかった。後に、 結成前から坂本と組んでいたシンセサイザーのエキスパート松竹秀樹がサポートメンバーのプログラマーとして迎え入れられ、YMO の特徴であるシンセサイザーの自動演奏を一手に引き受けることになる。1978年7月10日、YMO はレコーディングを開始。1978年9月、松竹秀樹をサポートメンバーとして、 ライブを日本楽器池袋店東ショップで行う。1978年10月18日、郵便貯金ホールにおいてライブを開催。さらに10月25日から26日にかけ、六本木ピットインにおいて1000のナイフ発売記念ライブを開催。YMO 結成後もしばらくはメンバーは並行する形で別の音楽活動を行っていた。坂本は 渡辺和美とのツインバンド、カイリン、坂本のベーシスと二人、ドラマー二人など、各パート二人体制により格闘技形式で演奏を行うコンセプト、格闘技セッションがそれである。また高橋は1979年6月まで、サディスティックスに在籍していた。初期には、東京、六本木のジャズフュージョン系、ライブハウス、六本木ピットインなどで、 YMO 名義以外でも、矢野明子のライブに、ゲスト出演を行ったり、リン格闘技セッションなどに3人が参加し、YMO の曲も演奏していた。坂本の、千のナイフ発売記念ライブにも3人が参加している。1978年11月25日、デビューアルバム、イエローマジックオーケストラを、アルファレコードより発売。アルファレコードは、 同年秋にアメリカの A&M レコードと業務提携しており、12月3から10日に、キノクニアホールで行われたライブが来日していた副社長のトミーリピューマの目に留まり、全米でデビューが決定したと語られてきたが、後にライブアットキノクニアホール1978のライナーノーツの中で、全米デビューはそれより前に決まっていたと明かされている。 1979年5月30日、デビューアルバムをアメリカのマーケット向けにリミックスしたアルバムイエローマジックオーケストラを A&M レコード参加のトミーの自己レーベルホライゾンレコードから発売。リミックスはエンジニアのアルシュミットと細野が共同で行った。この米国版は7月25日に日本でも発売された。日本版との大きな違いとして、 坂本のインスト曲、東風がイエローマジックにタイトル変更され、吉田美奈子のボーカルが加えられている。同時に YMO を全世界に向けて売り出すプロジェクトイエローオペレーションが開始された。1979年8月2から4日にはロサンゼルスのグリークシアターでチューブスの前座公演を行い、前座でありながらも観客が総立ちでアンコールを求めるなど、 絶賛を浴びた。8月6日には、マダム・ウォンにて、単独ライブも行い、この頃から徐々に、その存在が注目され始める。同年9月25日、2枚目のアルバム、ソリッド・ステート・サバイバーを発売。オリコンチャートの最高1位にランクインし、日本国内でのセールスはトータルで100万枚を超え、その名を幅広い世代に浸透させることとなった。同アルバム収録の、 テクノポリス、ライディーンは YMO のパブリック、イメージとなる。また、デートリーッパー、ソリッドステートサバイバーの2曲は、海外でも評価が高く、名声を得た。なお、この2曲のみ、相川誠が、ゲストギタリストで参加している。10月には、初のワールドツアー、トランス、アトランティックツアーを、イギリス・ロンドンのベニュー公演からスタート。ツアー中は、テレビ、 ラジオでも数多くのライブ特番が組まれ、聴衆に対してコビを売ることなく、黙々と楽器と向かい合う奇抜な演奏や真っ赤な人民服風のコスチュームなど、その独特なスタイルが注目を集めた。12月には帰国し、中野サンプラザにてライブを行った。外旋公演となったライブでは、シーナザ・ロケッツがオープニングアクトを務めた。 帰国する頃には日本でも YMO ブームが起こっており、海外で火がついた YMO の人気が日本に逆輸入された形となった。海外でのライブツアーは、その日本人アーティストのほとんどが国内でヒットを出し、人気者になってから行うが、YMO は国内でヒットする前に行っている。これはスタッフが YMO の音楽は国内よりも海外の方が、 人気になると予見してのことだった。こうして YMO の日本国内での人気は圧倒的なものとなり、その人気は流行に敏感な若者がおろか、当時の小学生にまで広がっていった。若者がテクノカットを真似、竹の子族がライディーンで踊るなど、YMO の影響は社会現象にまでなった。1980年3月からは初の国内ツアー。 テクノポリス2000から20が行われる。4月には小学館の雑誌、シャラクの創刊イベント、シャラク祭にシーナザ・ロケッツやスネークマンショーらと共に出演。同年6月にはスネークマンショーのコントを織り混ぜて制作された4枚目のアルバム増殖を発表。これは当初10万枚の限定版として売り出される予定であったが、 20万枚以上の予約が入ったため、通常版としてリリースされた。同アルバムは、オリコンチャート初登場1位を記録。同年10月には、第2回ワールドツアー、フロムトキオ t ゥー東京が、イギリスオックスフォードのニューシアターから始まる。同ツアーは、8カ国、19公演で行われ、アメリカ・ロサンゼルスのザ・チャップリンステージ公演では、日本への衛星中継も行われた。 ツアー中にアメリカのテレビ番組ソウルトレインに日本人ミュージシャンとして初めての出演を果たしている。ツアーは12月の日本武道館での4日連続公演で締めくくられた。YMO は世界に通用するジャパニーズバンドと位置づけられることが多いが、党のメンバーたちはむしろ世界に出かかってやめちゃったバンドと考えているようである。 欧米で広く受け入れられた画期的なジャパニーズユニットという評価であるかどうかは評論家及び聴衆の間でも反応は様々である。1981年は YMO にとって大きな転換期となる。3月に前衛的とも言えるアルバム BGM を発表。当時開発されたばかりであったデジタルの MTR を駆使したこのアルバムは 非常に実験的なアルバムであり、それまで耳に馴染みの良いポップ思考のスタイルから一転、暗く重いヨーロッパ思考かつ、ニューウェーブ色の強いエレクトリックサウンドを展開した。歌詞もそれまでのクリス・モズデルによる三分詞からメンバー自身による作詞が行われるようになった。同アルバム収録の Q はこれ以降の YMO の音楽性を示した曲で、あると坂本隆一は語っており、また、 UT が後に英国のニューミュージカルエクスプレス誌からハードコアテクノの元祖と称されるなど国内だけでなく世界にも影響を与えたアルバムである。音楽とテクノロジーの新たな可能性を追求したこのアルバムはそれまで YMO に興味を持たなかった評論家などから非常に高い評価を得ている。しかしその一方でいわゆるライディーン的なサウンドを期待していたファンからは 大品祝を買い、失敗作、脱作などと酷評され、セールス面では大きく落ち込んでしまう結果となった。このアルバムの発表に対し、メンバーは何をやっても売れちゃう。こんな面白い状況は二度と来ない。だったら、遊んじゃおうと思った、期待をはぐらかす快感を味わいたかった、ファンの切り捨てをしましたと、それぞれ発言している。同年11月には、 BGM とはまた趣向の異なる実験的アルバムテクノデリックを発表。当時としては最先端のサンプリングマシーンを駆使し、金属音や人間の声などをサンプリングし、加工して使われたサウンドが、その後の世界中のミュージシャンに多大な影響を与えることになった。同年リリースされた上記の2枚のアルバムの発表に、続いて2度目の国内ツアー。 ウィンターライブ1981が11月24日から仙台宮城県民会館よりスタート全国11会場で行われる。主に BGM テクノデリックからの楽曲を中心に演奏された。このツアーでは楽曲の再現性に問題があったため YMO のライブとしては初めて MTR が使用された。演奏スタイルもそれまでのライブとは変化が見られる。 高橋のドラムスタイルは従来のドラムセットに加えスタンディングでサンプリングトリガーの LMD-649 を叩くものが取り入れられた。楽曲によっては坂本がギターやドラムスを高橋がキーボードを演奏するなど YMO のライブとしては非常に珍しいとも言える楽器のパート変更などが見られた。また細野がベースギターを演奏する比重が増えるなど 変化に飛んでいた。ステージのサポートメンバーも、松竹秀樹一人のみで構成されたライブであった。12月27日の新宿椿ハウス公演を、最後に、翌年は、YMO としての音楽活動は一旦、休止状態となる。グループ名を略して、イエローマジックや、イエローといった、呼ばれ方をされていた YMO であったが、この頃には、YMO という記号化された略称が、 一般に定着した。3回後は登録商標の問題でこの YMO 表記が一時的にできなくなり、イエローマジックオーケストラ表記が主流である。この時期、坂本は雑誌のインタビューで、ある意味で僕が細野晴臣というミュージシャンを仮想の敵としている以上に細野さんは僕を敵として捉えて、自らと i m o をパワーアップしていると語っており、 坂本と細野の間で対立じみた不協和音が発生していた。この時期の坂本と細野の関係はかなり険悪な状態で、坂本は細野とスタジオで顔を合わせると、腹背にスタジオの椅子を蹴飛ばしたり、互いに顔を合わせないようにわざとスタジオ入りの時間をずらしていたという。そんなこともあってか、二人の仲を取り持っていた高橋は、とても神経をすり減らしていたそうである。 メンバー間では、1981年末で YMO の活動にピリオドを打つという考えがあったようである。しかしながら、アルファレコードの移行によるビジネス面での要求から、解散はひとまず先延ばしにされた。1981年までの YMO のレコードの世界での売り上げはシングルがアメリカで100万枚、イギリスで20万枚、アルバムは アメリカとイギリスを合わせて20万枚。全世界でのレコード売り上げは500万枚に達したの村井国彦による。翌年、1982年は YMO としての実質的な音楽活動は行われなかった。各メンバーはソロ活動と同時に歌謡界への曲提供に力を入れることとなる。細野はハッピーエンド時代の名優松本隆と共に、 松田聖子への楽曲提供を行い、また、高橋とともに、延安レベルを設立、ソロアルバム、フィルハーモニーを発表する。坂本は、郷ひろみや前川清などの楽曲プロデュース、また、今和の清志郎とともに、シングル、い、け、な、い、ルージュマジックをリリース、そして、大島渚監督の映画、戦場のメリークリスマスの撮影に俳優として参加。 また、自身としては、初となる、映画音楽を手掛けることになる。高橋は、高橋幸宏ツアー19826月から、行う。YMO としては、ミュージックフェアや、俺たち氷金属に出演したり、当時ブームだった、漫才番組の、ザ・漫才に、トリオザ・テクノの名で出演し、元 YMO のと前置きしつつ、芸を披露している。細野は、林家三平。 柳屋金五郎、大河内伝次郎、坂本は今和の清四郎、矢沢永吉、高橋は小野田博四郎、草刈正夫などのモノマネを披露し、ラストは坂本が高橋、高橋が細野細野が坂本のモノマネをして終えた。翌年、1983年3月、金棒化粧品の CM タイアップ曲となったシングル、君に胸キュン。 YMO としての音楽活動を再開。この曲以降、1981年の前衛的なサウンド BGM テクノデリックから一転、今度はポピュラー志向の日本語テクノ歌謡を展開した。この曲でオリコンチャート1位を狙うと宣言するも、皮肉にも細野の作曲、編曲による松田聖子の天国の奇質に阻まれ、惜しくも2位に終わる。 引き続いて5月には同曲を収録したアルバム浮気な僕らを発表。またしてもそれまでのイメージを劇的に変化させた歌謡曲アルバムであるが楽曲そのものは既存の歌謡曲の枠を超えた緻密なサウンドで構成された先鋭的な作品であった。しかしながらこのアルバムが解散を前提に制作されていたアルバムとはこの時点でメンバー以外はまだ誰も知らない。 また、同年7月には、浮気な僕らの楽曲のボーカル部分を、シンセのメロディーに置き換えたリミックス版、浮気な僕らが発表され、このアルバムに収録された、維新電信は、世界コミュニケーション年のテーマ曲として採用された。この時期は、メンバー3人の年齢が30代を過ぎていたことも、あり、t v 番組やイベント等に出演する際に3人は、おじさんアイドルを演じ、曲の演奏にも、 アイドルさながらの振り付けが施されるなどの徹底ぶりであった。当時、高橋が担当のオールナイト日本に劇団スーパーエキセントリックシアターがレギュラー出演していたことから、1980年6月リリースの増殖のような SET によるコントを交えたアルバムを制作する案が高橋から持ちかけられ、解散記念としてギャグ色の濃いアルバム、 サービスが制作されることになった。そして10月、雑誌、ゴロのインタビューで、初めて正式に、3回が表明された。この、3回宣言について、雑誌、サウンデルのインタビューで、細野は、僕は、3回に関して、別に何も思い入れがないの。ファンの人は、解散なんて聞くとショッキングだろうから、その辺を考慮して、解散という言葉は使わなかったし、 発表する気もなかったと、淡々とした発言をしている。QYMO としての最後のライブツアーである、1983YMO ジャパンツアーが11月23日から、札幌、同立産業共振会場よりスタート、全国6会場で行われる。ツアー最終日となる12月22日は、日本武道館にて、世界コミュニケーション年記念、国連大学協力による、 チャリティーコンサートだった。アルバム、サービスはツアー中の12月14日に発売。また、12月12日から13日の日本、武道館公演を収録した2枚組アルバム、アフターサービスは、翌年の1984年2月21日に発売。同年4月5日、昨年の12月12日、13日の日本、 武道館の公演を素材として制作された映画、AYMO フィルムプロパガンダのプロモーション試写会を新宿シアターアップルにて行い、メンバー3人も姿を見せプロモーション活動を行った。q i m o としては、これが最後の仕事となった。同映画は4月18日、渋谷公会堂にて上映。以後、全国109カ所で公開された。 この後、1993年4月1日まで、メンバー3人が揃って、メディアに姿を見せることはなかった。3回後も、幾度となく再結成の噂が囁ささかれ、実際に、周囲からのオファーもあったものの、それらは細野がすべて断っていた。しかし、3回からおよそ10年を経た1993年2月、YMO、再生が発表され、4月1日には、 メンバー3人揃っての記者会見において、新しいアルバムの発表と東京ドームでのコンサートの実施が公表された。YMO 再生は、新聞が社会面で NHK 及び民放がニュースでそれぞれ報道するなど、社会的にも大きく取り上げられ、便乗して過去のライブ映像や過去の YMO の曲のリミックスアルバムなどが商品化された。再生時の記者会見は、 ジョン・レノンと小野洋子のベッドインのパロディで巨大なベッドに3人が仰向けに寝た状態で行われ、3人がベッドから出たら3人は手錠で繋がれているというものだった。工場と総合司会は当時のお笑い番組ダウンタウンのごっつえ感じのキャラクターであるオジンガー Z が言った。ちなみにこの会場に当時放映されていたススめ。 電波少年の松村邦博と松本明子が芸能レポーターとして紛れ込んでおり、YMO 再生。この機会にいろいろお願いしておきたい。と題する企画で、YMO のバッテンのマークを電波少年と呼ばせては、いただけないですかと交渉していた。松村はこの時に、メリークリスマス、ミスターローレンスとビートたけしのモノマネをメンバーの前で行っており、 似ているねと言われて嬉しかったと番組内で語っている。5月26日、アルバム、テクノドンを、東芝 EMI から発売。ミキシングには坂本が、ニューヨークで知り合ったマドンナ等との仕事で知られた、日本人、エンジニアゴーホトだが、参加、後日の再生公演にも4人目のメンバーとして、出演した。先行シングルは、エルビス・プレスリーのカバー曲、ポケットが虹で一杯。 6月10、11日には東京ドームにて公演が行われた。前座はジョー部が務めた。このライブでは過去の曲も数曲、斬新なアレンジが施されて演奏されたものの、昔のヒットパレードに終始することは全くなく、あくまでテクノドンからの曲を中心に構成された。8月25日東京ドームでの公演を収録した CD。 テクノドンライブが発売以降解散などのアナウンスもないまま YMO は再び活動を停止する再生時の記者会見ではワールドツアーの実施やもう一枚オリジナルアルバムを制作したいと発言していたが結局 YMO としてそれらの活動が行われることはなかったしかし細野高橋坂本の3人はソロ活動の傍らレコーディングや TV 番組の企画、イベント等において音楽的コラボレートを続けてきた。2001年1月23日、NHKBS2 で放送された、細野晴臣デビュー30周年記念特番、細野晴臣イエローマジックショーにて3人が共演。3人が、老人に奮して、丹前を着て演奏するというユーモラスな趣向で、動機なし、シンセサイザー、エレキベース、 生ドラムのみの簡素なライディーンを演奏した。この時の3人はドテラ YMO と呼ばれる。同年4月25日 TBS による地雷撲滅キャンペーン地雷ゼロの一環として坂本を中心としたスペシャルグループ NML によるチャリティソングゼロランドマインが発売された。NML は坂本の呼びかけで集まった国内外のミュージシャンで構成され、 デビット・シルビーアンやクラフトワークなど YMO 時代から坂本と信仰のあるミュージシャンも多数参加した上、細野がベース、高橋がドラムで参加している。4月30日には TBS50 周年特別企画番組地雷ゼロ21世紀最初の祈りが放送され、番組内で NML によるゼロランドマインの生演奏に細野と高橋も参加した。 翌2002年、細野と高橋が、エレクトロニカユニット、スケッチショーを結成。アルバムには坂本も参加したほか、ライブ、ワイルドスケッチショーにて、ゲストミュージシャンとして坂本が、ステージに立ち、ライブでは、新たなアレンジとなった、旧や、中国女、細野と高橋のみで演奏した、ジャムと YMO のナンバーも、数曲が演奏された。スケッチショー以降、 三人での音楽活動が活発化する。2004年6月18日、次世代ミュージックとマルチメディアアートの国際フェスティバル、ソナーフェスティバル2004がスペインバルセロナにて開催され、三人は YMO ではなくヒューマンオーディオスポンジを名乗り、1993年の再生ライブ以来11年ぶりにユニットとしてステージに立った。このソナーの 衛星イベントとして、10月9日から10日、シノサウンド東京2004が、エビスガーデンプレイスにて開催され、再び、ハズとして、ライブを行った。いずれも演奏スタイルは、YMO とは違い、それぞれのブースにマッキントッシュを配置したエレクトロニカの、スタイルであった。演奏された曲目も、スケッチショーのレパートリーが中心で、ジャムと、ライオット・イン・ラゴスが演奏された以外は、 YMO 時代の曲は演奏されなかった。1993年の再生以降、3人は長い間、もう一度 YMO として音楽活動をすることに対し、一貫して否定的な姿勢を取ってきた。はずとして活動する際も、それはあくまで YMO とは別のものであるとしてきた。しかしながら、2007年2月3日、キリンラガービールのテレビ CM 企画において、ついに、 YMO 名義が復活する。CM には3人が揃って出演し、さらに CM のためにライディーンを新たなアレンジで録音したライディーン7 9 0 7が使用された。同曲は CM 公開とともにインターネット配信が開始され、iTunes ストアをはじめとする数々の配信サイトにおいてダウンロード数1位を記録した。CM 出演に伴って、 三人一緒の写真がデザインされているラガービール六缶パックが限定発売された。3月21日にはベストアルバム YMO Go Home とライブアルバム One More YMO がソニーミュージックダイレクトより再発売。同時にオリジナルアルバム10作品とベストアルバム UCYMO の初回版が復刻発売された。その後5月19日、 スマイルトギャザープロジェクトの一環として、初名義でのライブを、パシフィコ、横浜国立大ホールにて行った。このライブでは、ライディーン79、07をはじめ、一心伝信、音楽、Q といった YMO のナンバーも演奏され、さらに映画、EX 巻きな X マキナのテーマ曲となる3人の新曲、レスキューも披露された。このライブは、チケット売り上げが全額、 財団法人癌の子供を守る会の活動資金となるチャリティライブであった。サポートメンバーは高野博士、高田笹奈美、近藤智彦。一方で、アップルジャパンのウェブサイトにおけるスペシャルインタビューの中で、坂本が年を重ねて気持ちが緩くなり、自分たちでも境界線がわからなくなってきているので、はずと書いて YMO と読んでくれと発言した。 そして7月7日、世界8カ国9都市で同日開催されたコンサートライブアースには、ついにイエローマジックオーケストラ名義でサポートメンバーなしの3人のみで出演。会場は京都市の当時の特設ステージで出演5組の鳥を飾る形となった。8月22日には新曲レスキューとライリー79-07を収録したシングル CD を エーベックス内の坂本が主催するレーベルコミューモンズから発売。名義はレスキューがヒューマンオーディオスポンジの頭文字に YMO を付けた橋もライディーン79-07がイエローマジックオーケストラ。YMO 名義の CD 発売は1993年のテクノドンライブ以来2008年6月15日28年ぶりとなるロンドン公演が ロイヤルフェスティバルホールで行われた。また、同州の6月19日には、スペイン基本のラバール・シューダデラ・クルトラでも公演した。今回のセットリストは、前年行われた横浜ライブのものを、ほぼ踏襲しているが、スペインでは、ロンドンで演奏された、スポーツメン、フライ・エム・イ・トゥ・ザ・リバーが省略されたほか、各公演で若干曲順が異なっている。この公演で特筆すべきは、 世界初披露された新曲、ザ・シティ・オブライト、東京タウンページーズとダライラマ14世のビジュアルメッセージと共に演奏された坂本のソロ曲、チベタンダンスであった。2009年、ドコモの携帯電話端末 N-04A にオリジナルコンテンツとして、グッドモーニング、i 内、フルチューンと14種の効果音を提供した。この音源はここでしか確認ができない。 8月9日、東京、夢の島で開催された夏フェス、ワールドハピネス2009に出演。高橋は、エレクトロニカスタイルを取らず全編ドラムを叩き、ビートルズのカバー、ハローグッドバイに始まって1980年以来の、千のナイフ、テクノドンライブ以来の、ファイヤークラッカーを含む、全10曲を演奏した。当日のライブサポートメンバーは、小山田慶吾、 高田笹奈美、近藤智彦であった。2010年4月発売、音楽の辞典、コミューモンズ、スコラボリューム5雪広高橋春尾美ほのセレクションズ、ドラムズベースにおいて、前年録音したビートルズの、ハローグッドバイト、スライ&、ザ・ファミリー、ストーンの、サンキュー・フォー・トーキン、通名アフリカを収録。坂本によれば、 本作において紹介すべき当該の2曲が権利関係によって収録できなかったために自分たちで演奏したとのこと。レコーディングはクリックを使用しない生演奏で行われている。なお、校舎のボーカルはクリスタル系が担当した。これとリンクして NHK 教育テレビの番組スコラ坂本隆一音楽の学校のドラムズベース編に3人で出演するとともに、 小山田慶吾と、ゴ藤智とも彦と共に、千のナイフ、ハロー、グッドバイ、サンキューフォートーキン、ツーメイアフリカの演奏を披露した。2010年も引き続き、ワールドハピネス2 0 1 2に参加。また、秋からは江崎グリコ、ポッキーの CM に出演。BGM には、ライディーンが使用された。2011年6月26日、アメリカハリウッドの野外音楽堂。 ハリウッドボールにて、1980年以来実に31年ぶりのアメリカ公演が、チボマットを伴って、ビッグ・イン・ジャパンと題されて行われた。翌日には、イエロー・マジック・オーケストラ、ライブ・イン・カリフォルニアというタイトルで、ザ・オー・フィールドで演奏を行った。帰国後の7月31日には、フジロックフェスティバルに、8月7日には4回目になる。 ワールドハピネス2011に参加をし、1993年以来の新曲、ファイアバードが発表された。また、8月5日には、初のスタジオライブを NHK 放送センター101スタジオにて収録。そこでは、ドテラ YMO ならぬ、浴衣姿 YMO のいでたちも披露され、ライブの模様は11月4日に NHK 総合にて放送された。 2012年2月15日、前年のザ・ウォーフィールド公演が DVD ライブインサンフランシスコ2011として発売。7月7から8日、坂本の呼びかけで始まった脱原発音楽イベントノーニュークス2012に出演。7日は鳥をクラフトワークに譲り、1曲目で同グループのラジオアクティビティをカバーする。また7月18日には、 前年のスタジオライブが DVDYMON Hack として発売。8月1日には前年のワールドハピネスで初披露された Firebird がデジタルダウンロード限定で販売。8月12日には5回目のワールドハピネス2 0 1 2出演。ライブ初披露を次世紀から明け新、3回以来29年ぶりにテクノポリスを演奏。 同年10月11日には、ワールドハピネス2012アフターパーティーと題するイベントが東京都現代美術館レストランで開催。ワールドハピネスにおける過去の i m o 音源を飯尾香カオル氏がミックスし、高橋と共に鑑賞する内容で、その席で2013年のワールドハピネスには YMO では出演しない胸が高橋よりコメントされた。 2013年3月9日、2回目の開催となる、ローニュークス2013に、坂本、細野、高橋がそれぞれソロで出演。ザ・ビートニクス終了後の幕合いには、サプライズとして3人が、レイディ・アクティバティ、ライディ・インの2曲を演奏した。同年12月21日、EX シアター六本木にて細野と坂本による、ライブ、細野春美。 坂本龍一を開催。最後に高橋がゲストで登場し、坂本のチベタンダンス、クラフトワークのラジオアクティビティに続き、YMO のライディーンをアコースティック編成で演奏。さらにアンコールでスマイルを演奏した。2016年4月には坂本龍一をはじめとするアーティストとエーベックスグループが設立したプロジェクトコミューモンズの10周年を記念した。 イベント、コミューモンズ10健康音楽の開催され、8日に前夜、祭り、高橋幸宏の新世界出張特別編が行われる。これは高橋がゲストを迎えて、毎月開催していたトークイベントの特別編で、ゲストとして、坂本隆一が出演、さらにスペシャルゲストとして、細野晴臣も出演。2019年1月2日、 細野の音楽活動50周年を記念し、BS プレミアムにて、細野春臣イエローマジックショー2を放送。前回に続き、18年ぶりに3人が、ドテラワイエムオーとして、ライディーンを演奏、さらに共演の星野源が加わって、ファイアークラッカーを演奏した。また、同年12月1日開催の細野の音楽活動50周年、記念イベント、イエローマジックショー3において、 高橋のゲスト出演に加え、事前収録の映像で、坂本が出演。映像の坂本と3人で、コズミックセルフィンと、アブソリュートエゴダンスを演奏。YMO は、シンセサイザーのサウンド、そして、コンピュータ制御の電子楽器による自動演奏を、大々的に、商業音楽に取り入れた先駆者である。また、それまでミュージシャンの適期による生演奏が常識だった。 ライブにおいてコンピュータプログラムによる自動演奏を取り入れた点でも東、アジア圏では革新的だったのは間違いがない。それまでのシンセサイザーは高価音制作や既存の楽器の代用として使用されており、ミルトン・バビットやケネス・ギャブロのような前衛音楽家の手段として使用されるに過ぎなかった。ウェンディ・カーロスですらクラシックからの転校者でシンセサイザーや 自動演奏でしか作れない曲を制作しようとしたものは非常に少なかった。しかし実際のレコーディングでは手引きのパート、生のドラムの演奏が多かった。YMO 結成当時、コンピュータが刻むクリック音に合わせて演奏できるミュージシャンは数少ない時代だったが、細野木坂本、高橋はクリックとの同期に全く違和感を持たない演奏家であった上に音楽、 音色に対する探求心も強く、新たな技術を積極的に受け入れる傾向が強かった。そのため彼らのライブは新種楽器の見本誌のような様相を示していた。正確なクリック音に同期して演奏するスタイルは、結成当初に掲げたグルーブの徹底的な排除が背景にあったが、すぐに飽きてしまい、民族音楽とクリックの研究を重ねるうち、一泊を24分割し、 前うと5拍の比率を14時10分にしたところ、ASR に近いビートが得られたのが、アブソルートエゴダンスの制作にかかっている。YMO のシンセサイザーと、自動演奏は切っても切れない関係にあり、これらは、プログラマーの松竹秀樹の存在が大きい。レコーディングやライブでの音楽データの CE 検査への打ち込み、自動演奏は、松竹氏が一手に引き受けていた。YMO が使っていた。 演奏機材で代表的なものを挙げる。極初期にはメンバーの死没の機材も使用したが、ほとんどは松竹秀治の会社である有限会社 MAC からのリース品であった。初期中期後期技術の発展に伴いデジタルシンセサイザーも使用された。後期はシンセサイザーのリース元が MAC から別の会社に変更された。再生2007年からの再活動。 テクノデリックの項目を参照。坂本はピアノのレッスンをほとんど真面目にやらなかったと回想することが多いが、ピアノの生演奏をする機会は同時代のミュージシャンの中でもズバ抜けて多かったため、アクションの軽い電子キーボードの操作は容易であった。自動演奏に聞こえるテクノポリスのシーケンスパターンやライディーンのメロディは手引きである。 初期はシーケンサー MG-8 を松竹秀樹がコントロールしていた。コンピュータに入力するためには演奏を一旦楽譜に直す必要があり、その作業を坂本が言ったが、その際に坂本はある程度自由にアレンジを行うことになった。そのためロック、ポップスの土台にクラシックの流れを組む複雑で作り込まれた編曲が行われた。これは コソノラメンバー自身が外部鍵盤によるリアルタイム入力ができるシーケンサー MG-4 が登場する BGM の直前まで続いた。アルバム浮気な僕らからは YMO メンバー自らがシーケンサーを利用することとなり、それまで全面的に協力していた松竹秀樹が制作から外れている。アルバムでは自動演奏を多用していた YMO ではあるが、 初期のライブでは、メンバーギター、サポートキーボードの形式による生演奏が主体であった。当時のシーケンサーのフレーズの同時出力数に限界があり、アルバム曲の再現に限界があったためのほか、熱に弱く動作が不安定だったこと、データの読み込みに時間がかかることなど、機材的な問題によるところが大きい。この形式は1980年の第2回、ワールドツアー。 イエローマジックオクストラワールドツアー80まで続いた。このツアーから MC-8 もステージ演奏に適応するため CPU 関係にファンが追加される改良が加えられ安定性が高くなっている。また当時のシンセサイザーは熱などにより音程が不安定になることが多かった。1981年に行われたウィンターライブ1981ではメンバー 松竹秀治のスタイルとなった。このライブではシーケンサーに MC-4 が使われ、各メンバーがプロフェット後、エミュレーターを使用したものに代わり、構成が簡素になったことで、機材数が減った。この時、エミュレーターは MC-4 に接続されておらず、いくつかのファクトリーサンプルを手で引いただけであった。また、 一部の演奏では戦術の通り楽曲の再現性に問題があったことから MTR が使用されることもあった。このライブでは坂本はギターやドラムも演奏している。3回ライブではシーケンサーは使われずほとんどのトラックが MTR で演奏されている。ただし戦術のようにシモンズのドラム音とリンドラムの音を混ぜるなど斬新な試みも引き続き行われた。 1993年の再生ライブでは、細部まで CE 検査とアナログ申請を使って演奏された。1998年の高橋へのインタビューでは、高橋は東京ドームのグラウンド下には大きな発電機があり、マッキントッシュが止まってしまう恐れがあった。そのため、事前に録音した CE 検査の音を予備で同期して再生していたと語っている。なお、 ポケットが虹で一杯のみはテープ演奏であったが、ステージ上にオープンリール MTR を上げて、再生ボタンを押す前に手でテープを動かすことで音を出し、カラオケ演奏であることをわざわざ強調する演出を行った。このようなユーモアのセンスも YMO の持ち味であった。同期演奏とクリックオンヘッドフォンライブでの同期演奏1990年代以降に、 活躍する日本人ミュージシャンの中に YMO の音楽に影響を受けたと自称するミュージシャンが数多く現れた。彼らは YMO チルドレン世代と呼ばれることがある。ここでの初期とは第1回ワールドツアー以前のライブを指す。レコーディング参加メンバーは各アルバムの項を参照以下はイエローマジックオーケストラもしくは YMO 名義のもので、箸も名義のものは除いている。 ありがとうございます。